We are Blazer。 まずは本日の勝利、そして We リーグ初ゴール、おめでとうございます。ありがとうございます。今日の試合まずは振り返っていただいてもよろしいでしょうか。はい、まあ、前半にちょっと失点があって、まあちょっと苦しい時間が続いたんですけど、まあ、早い時間帯で点を取り返せたことで、あの落ち着きを取り戻せて、まあ、相手が前からこうプレスに来ることは分かっていたので、まあ、そこをこ うまく回避して、試合を運べたかなと思います。そんな中でのご自身 B リーグ初ゴール、自身のゴールシーンはいかがでしたでしょうか。ちょっとあんまり覚えてないんですけどすごくいいボールが来たので、もう本当頭に当てるだけで、飛んでったボール見てたら、はっ、 入ってないかなと思ったんですけど、入ってたのですごい嬉しかったです。今のは小林選手ですね。うるさいですね、小林選手。チームメイトからも初ボール、はい、かなり喜びの声がありましたか。はい、みんな喜んでくれて、点取るって結構久しぶりだったので、あ、こういう感じなんだって、自分はいつも誰かが点取ってもめちゃめちゃ嬉しいんですけど、すごい個人的ですけど、めっちゃめちゃ嬉しかったです。嬉しそうな表情がよく伝わります。ありがとうございます。さあ、ここまで B リーグ全ての試合に出場されています。山本選手、辛い怪我を乗り越えてここまでやってこられました、そのあたりいかがでしょうか。そうですね、怪我してリハビリしているときは、まあ、まさか自分が、まあ、プロ選手としてピッチに立てるとは思ってなかったので、まあ、本当に手術してくれた先生だったり、支えてくれてリハビリ見てくれた方だったり、本当に自分を奮い立たせてくれた全ての方に感謝したいですし、まあ、何回怪我しても戻ってこれるし、まあ、サッカーができるんだってことを、まあ、今怪我してる人だったりに、まあ、見せることだったり、まあ、自分が思いっきり走っていることで少し恩返しができているのかなと思うので、コンディション維持に努めていきたいです。前半戦は少し苦しい戦いもありましたけれども、後半戦になって5位から一気に2位に浮上しています。チームの調子としてはいかがでしょうか。全員が同じ方向を向いているというか、まあ、一つのボールにこう全員が集結しているっていうのは、毎試合こうやってきてすごく強みというか、良さが出ているところだと思うので、失点しても、まあ、みんなで何点でも取り返すっていう、まあ、そういうベレーザらしさっていうのをどんどん出していきたいなと思います。後半戦も残りわずかです。最後にリーグ戦に向けての最後、意気込みを改めてお願いします。自分たちは1試合も落とせないので、まあ、全勝して逆転優勝っていうところはもちろん狙ってますけど、目の前の1試合1試合を一つずつ大事に戦っていきたいなと思います。